ハロー、ザ・ナチュラルキラーズです。今日はですね、前回が胸と背中のトレーニングだったので、今回はまああまりの部位なんですけど、肩とお腹です。はい、肩はですね、前、横、後ろと、3つに分かれてるんですけども、僕基本的に、前はやりません。一時やってたんですけども、まあ肩の前側ですね、ここがまああんまりいらないかなと個人的には思って、まあ欲しい人はやってほしいんですけど、まあ今僕個人的にはあんまり前いらんなみたいな感じで思ってまして、横がとにかく欲しくて、横と後ろですね、まあ、要は肩幅と逆三角形が欲しいというような感じで、やっております。はい、で肩の横の種目が基本的には僕今いろいろ試したんですけど、普通のサイドレイズですね、普通のサイドレイズが今一番こう肩に入ってる感覚がありまして、まあそれはまあ楽しくてというか一番メインでやってます。はい、基本的には、だいたい12回から20回を、まずやって、すぐちょっと軽めのやつを、また12回から20回やるっていうのを1セットを2セットやってます。あ、ごめんなさい。っていうのを3セットやってます。はい。まあだけなんですけども、肩の裏側ですね。肩の裏側は、リアレイズ、ローイング、最後こう振るだけのスイングみたいなやつですね。その3種目を20回連続で3種目やるっていう、通常山本レイズという、リア系の種目があるんですけども、それを2セット、もしくは3セットやってます。はい。リアはそれだけなんですけども、まあ明らかにそれをやってるだけでだいぶつきました。まあ、それまで全く肩のリアとか肩の横側を、トレーニング僕全くしてなかったんで、それをやるだけでもすごく十分あります。で、特にこう、まあこれは個人的な見解なんですけども、肩ってこう、入ってるかどうかまず分かりにくいんですね、最初すごく。だから、とにかく軽めの重量で、フォームをしっかり意識して、まあ、サイドレイズだったら、ここはすくまないようにですね、こう、はい。すくまないように上げるっていうのを、すごく、もうめちゃめちゃゆっくり丁寧に軽めの重量で数を20回ぐらいやって、はい。やると、こう、まあ、サイドレイズでこの辺から負荷があまりかからないから、あんまりよろしくないってよく言われるんですけども、この辺からこうぐーっと上げるときにもうすでに、この、横側の筋肉にずっと負荷が乗ってる感覚がすごい分かってきます。はい。そうなってくると、こう、うわ、めっちゃ楽しいやんっていうね、気分になってくるんで、まあぜひそんな感じでやってみてください。で、お腹の方も、ドラゴンフラッグと僕はハンギングワイパーという2種目しかしないんですけども、まあ別の動画でも言ってるんですけども、ドラゴンフラッグの場合は、こう、へそを、高く保つイメージですね。で、やると、すごく僕は入ると思います。はい。それなので、他の腹筋だと、こう、収縮、丸々のを意識するんですけども、逆に、ドラゴンフラッグの場合は、こう、へその位置を高く保つ意識でやると、より、こう、腹筋が伸びて、そっからの収縮になるんで、ものすごい伸びてからの収縮になるんで、ものすごい入ると思います。はい。ただまあ、これ、上半身の力と、体幹そのものが弱いと、腰が痛くなったりするんで、注意してやってみてください。はい。ハンギングワイパーは、そのまっすぐですね。こうあまり、こういう風になってしまわないように、この、はい、こういう風にブレてしまわないように、振ると、より入ると思います。はい。まあ、そのぐらいですかね。はい。大体、胸、背中の比と、肩、お腹の比です。でも、最近なんかちょっと僕の中で、サイドと、肩のサイドと肩のリアは別の日にやった方が、よりなんかこう、効かせることができるような気がするので、たまに、胸、背中、サイドレイズみたいなことをやったりします。で、他の日は、大胸筋上部、肩のリア、お腹みたいな、まあ、どっちでもあまりかメインかみたいな発想なんですけども、2つに分ける、分け方で、それを週2回ずつやっていくっていうのが、僕の今の主流です。はい。まあ、そういうのもいろいろ変えながらやっていったらいいと思うんですけども、まあ、いろいろ、今やってるのは大体こういう感じって感じですかね。はい。鍛えたい部位が僕と同じで、胸、背中、肩、お腹だけでいいっていう方は、ぜひこの分割法をやってみてください。特に本当に胸と背中の拮抗筋のやつは、すごく効くんでいいと思います。はい。それでは以上、トレーニングの様子を上げておきます。はい。まあ、肩の動きなんですけども、まずサイドレイズをしていくんですけど、この軽い状態で、まずアップをしていきます。はい。5キロですね。この時にまあやり方は基本的にはこの肩がすくまないようにしてください。で、肩甲骨をこう、まあ、後ろに落としておくってことですね。こう、はい。で、こうやっておくと肩がすくみにくいんで、
で、まあ、9キロのサイドレーズですね、今日は。はい。5キロに持ち替えて、これはリセットですね。まあ以上のような感じでやっております。はい。参考になったよっていう方はよかったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。
ご視聴どうもありがとうございました。